わうわこれはおすすめしたい。今日から YouTube 自主映画道を歩み続け早18年。あの日一つの決断をした。それは自分自身が表舞台に飛び出すことだった。この記録は人生をかけた熱い熱い挑戦だ。さあ準備はいいか監督。お前の底力見せてみろよ。本番行きます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。本日はですね、新作フィギュア紹介をさせていただきたいと思います。商品はエミリア現実の重ひげ7分の1スケールフィギュア。はい、というわけでですね、リゼロのメインヒロインエミリアのですね、幼少期のフィギュアでございます。エミリアを知らない方はこんなキャラクターです。監督なんですけども、このリゼロを見る前にレムというキャラ、この子がヒロインかと思ってたんですけども、実はこちらがメインヒロインです。長い金髪の髪が印象的なハーフエルフ、世話好きで困ってる人を見逃さない優しい性格の女の子です。というわけでですね、早速届いたので開けていきたいと思います。新作でございます。ちなみに中を見る前になぜ監督このフィギュアを買ったかと言いますと、こちらのフィギュアを持っておりました。こちらでございます。もうこの時点でなんかドラマが見えてきませんか。小さいレムとラムでございます。こういったフィギュアですね。ちなみにこちら髪の毛は鬼パーツなんですけども、パーツを外して普通の前髪バージョンにすることもできます。監督がフィギュアにハマった当初、ヤフオクで、あ、これ欲しいなと思って、でもどうせこの金額で落札できないだろうと思ったんですけども、落札できたから超格安でゲットできたフィギュアです。今はですね、かなりこちら高騰化しております。中を開けるとこんな感じでガッチリとオープン。こちらフェニックスさんのものです。コロナの影響で発売がですね、かなり延期をした商品となっております。まず裏はこちら、目を向けますとこちら、どうでしょうか。もう世界観がもうこのまま飾りたいみたいな、こちらのフィギュアが入っております。後ろの背景のこれ取っておきたい一品ですね。そして取扱説明書が入っておりました。7分の1スケールで前髪パーツが付け替えできるようになっております。はい、このような感じで入っておりました。後ろも髪がめちゃくちゃ長いです。わお、まずは台座から、おすごい、めちゃくちゃ美味しそうなお菓子。こちら台座です。では本体がもう一品ドドンと入っております。早速台座につけさせていただきます。あ、内股なんですね。お菓子の台座、やつやつや、じゃあ雪の台座ね。材質は PVC ABS、 全高は約185、原型彩色製作はデザイン5個。紙、風を感じる髪の毛。この後ろは白の塗装がされてまして、前髪を見るといい仕事をしてますね、フェニックスさん。この辺とかはですね、クリアになった素材が使われております。そしてリボン、こちらどうでしょうか。小さいんですけども、リボンの仕様もちゃんと精巧に作られておりますね。耳飾りからのこの手、はい、やはりですね、プライズとは価格が全然違うということで、足元のですね、シワ加減、紫がくすんだ感じの立体感、カメラで表現できているでしょうか。そしてこの内股加減、どこから見ても可愛い可憐なエミリアでした。はい、というわけで既に持っている3体を並べますとどうでしょうか。これはなかなかすごい世界観を持っていますね。この3人がアニメ本編で揃うことはないんですけども、物語性を感じる、ドラマが感じられるこの構図、いやー素晴らしいですね。どうでしょう、後ろ姿だけで語れるフィギュアなかなかないと思います。
というわけでですね、今回はこちら、リ・ゼロから始まる異世界生活、メインヒロインのエミリア、現実の面秀、7分の1フィギュア、紹介していただきました。このチャンネルでは監督が大好きなものだったり、おすすめなガジェット、そして今回のようなフィギュアも紹介しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録していただきますと幸いです。これからもですね、自分の好きなものを徹底的に紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。フェニックスさんですね、またね、興味を惹かれるフィギュアを出してきたんですよ。見てください、こちら。ラム、レム。これ読み方なんて言うんだろう。おもなつって読むんですかね。間違っていたらすいません。7分の1スケールフィギュア。価格が27,280円。高い。でもね、これ普通に高いって思うんですけども、2体セットなんで、半分に割ると13,640円。ということは、エミリアが11,880円なんで、ちょっと上乗せされてるけども、いやー、欲しいけどもね。興味がある方はですね、ぜひ概要欄をご覧ください。商品サイト貼っております。はい。ではまた次の動画で会いましょう。フィギュアにはまって、倒さないで、倒さないで、近づいてきますね。だんだん、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 だんだん。すまねと言います。ゲッツ、やべえ。